まあ、謝罪のタイミングめちゃめちゃ遅かったです。本当に申し訳ないです、ね、ちゃんともはやカオス宅抜けて大阪に行こうマジでイライラしてる。あざ笑う先輩たち、なめんなよって。マジで、あの椿さんの返し、うん、俺マジで、マジでやってやろうと思いました。マジでムカついた。怒りのボルテージマックス。はい、確認しますんで。事態は最悪の展開に。ザ・ローランドショー開幕。元やんちゃ系ホストも巨額を稼ぐことができるローランド傘下ザ・クラブの荒くれ者といえば。お待たせしました、やどまーす。破天荒で知られる鈴鹿椿32歳。去年の年間売上はなんと4億6000万。しかしながら2位で止まった苦い思いの持ち主。じゃあ2024年 の、 あの記念すべき、あのまたね出発の第1本目ということで、あのおかげさまで、去年はね、日本で、2位までねこうなることが、できたんで、あめっちゃ使ってます。さあさあ、リリリリリ。破天荒かつ気まぐれ。あの1月ちょっとあの休みもらいまして。あ、まるまる？まるまるっす。どこ行ったんですか？アメリカ行ってきました。ああ。とあとちょっと疲れちゃったんで1ヶ月間休みいただきました。ああ。突っ走ったらとことん休む。とはいえ長期休みのまま飛んでしまうホストも多いという。破天荒ホスト椿の場合、ホストできないのきついと思った。あ、だから言ったじゃん、簡単にやめられねえから。いや、てか、何も暇こそが本当に普通っていうか、だからやっぱ何かを求める俺らみたいなタイプは、何かをこう調整したり求めてる方が幸せだなって思う。そうそうそう、俺たちはいい女を求めて来てますんで、ありがとうございます。本当に止まったら死んでしまう。まるでマグロのような生態の椿。もはや歌舞伎町から逃れられない。いやいいね、ホストね、楽しいね、なんか生き生きしてるわ。いやなんか始まったなって感じがする。気分が上がると歯止めが効かない。以前の社員旅行でも。ファイヤーマンどこ行った？ファイヤーマン、ファイヤーマン、ファイヤー。今回事件が起きたのはシャンパンコールで盛り上がるビップルーム。祝福を受けるのは昨年6億2000万を稼いだライバル有志の宅。ちょ待って、こんな楽しい人生あんの？マジで俺なんか久しぶりになんかしゃべり出てきた犯罪者みたいな。いやいや楽しみ方してやっぱりこんなに刺激があるなんか仕事っていうかさ、もうなんかもう生き方っていうかさ、ないよやっぱシャバの空気。最高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 。今年も勝負したい。今年勝負したい。今年こそは負けない。ナンバーワン有志はだるがらみにも神対応。というのも有志は2月オープン大阪店の代表となる。ライバルは経営者ならば、自分は無敵のプレイヤー。この傍若無人な振る舞いが事件を起こす。イケメンが来たよ。待ってた。ありがとう。将来の彼氏です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの親知らずで歯茎腫れちゃってるんですよ。え、これ何ですか？これ湿布です。マスクおかしいですかね。顔を売りにしてるんじゃないですか、皆さん。マスク越しで伝わるんで大丈夫です。余裕ですよ。ビッグマウスでおなじみ徳川隆一、もともと横浜のナンバーワンホストでお店の運営まで経験。この店では月最高2000万円を記録し、ローランドから店を引っ張るリーダー役に抜擢されたばかりだが、彼ナンバーワンですよ。いや、何も見てないと思います。すみません。いやいや、そんなことないよ。すごいよ。いやたかが2000万円で引き軽な椿の心の内を龍一は読み取ったのか。だって1億って言うからさ。そうですね。そう、だからそこを倒しに行くのが我々だからね。でもやっぱさ、気持ちで負けてたら勝てないよ。そう、じゃあね、間違いない。ホストでも気持ちだからさ。やばい、笑顔でその場を取り繕う龍一、背中まで向けられ、腹の中は穏やかではなかった。さらに、分かりやすくイラついていた。今だけでしょ。アメリカ向けしてるから。でもさ、違う。ビッグマウスってこうだなって。龍一にとってそれは王者二人の上からトーク。明らかに顔が引きつっていた。そして、何時に本当に大阪に？マジでイライラしてる。はい、誰にですか？いや、さっきのなんか相手にされてないの、俺も俺でいけないですけど、なめんなよって、マジで。あの、椿さんの返し、俺マジで、マジでやってやろうって思いました。マジでムカついた。マジで負けたくねえな。雑魚扱いするもの、されるもの、ただそれも感じ方次第。少なくとも椿は龍一を敵に回したことに気づいていなかった。椿の首を狙う若者は他にもいた。朝日蘭、2年前のオーディションを経て採用になった元福岡のホスト。同期で未経験の的場や咲はすでに1000万プレイヤーに成長。一方、まるで売れる気配のない蘭は自己投資に走った。骨切ったんですけど、こう骨切って、鼻もちょっと鼻もクロゼーでこう入れましたね。結構いいライン作ってやったんですけど、全部で300しないぐらいですね。わー、いやでも、かっこいいです。そうですか、ありがとうございます。その後も、整形への追い戦は続き。先月、1000万超えたんですか？1000万、はい。1000万増えたんだ。やっとっすよ、そうさ。長かったっすね、この道のりが。最高売上ですよね。最高売上ですね。なんか変な感じ。なるほど。きっかけは何だったんですか？なんかこう、お客さんがなんか捕まってきた。お客さん捕まえたんですか？それもあるんですけど、けどやっぱり一つは、こう、整形して、新しくできたお客さんすごい多くて、みんな。あ、そうなんだ。全員整形してこのお客さんが来てくれましたね。結構手応えがあったんだ、整形の。そうですね。ハードすぎる自分磨きに味を占め。で、また明後日から整形しに行くって感じ。またまたソウル行って、ちょっと整形しに行くで。今度はどこ？また顔ですね。糸リフトを上げて、フェイスアップと脂肪吸引全部取って。今、誰を目指してるんですか？今ですか？けど、僕のめちゃくちゃ理想な顔は、椿さんです。ああいうなりたくて。で、キュッと上げて、なるほど。フェイスアップし、行ってきます。明後日から。
一方、顔で売っていないこのホストのテーブルには、俺何回見ても笑えんだよな、この組み合わせ。本当に男性客、実はロマネ、この日2択はおじさんからの指名。まあ、お客さんにはすごい失礼なんですけど、ちょっとあれですか、若干こうセクシュアル的なこうゲイみたいな感じなんですか。でもマジで、うん、僕の男性のお客さんは全員もうゴリゴリ女好きなんで、あでも男にお前に別にそんな興味ちびりもないみたいなところで、まあ、ただ楽しく飲めるみたいな感じで飲みに来てくださるので。思い返せばローランドも現役時代は、多くの男性客を抱えていた。そんなロマネは自身をこう捉えていた。魅力ですわ、ロマネの本当の魅力はこういうところに出るなって思ってるんで俺は。ローランドの後釜を狙うロマネだったが、この後、一族を脅かす事態が。待って、ちょっと聞こえたけどもう一回だけで、なんか最後なんか口説きに行くのやめて、うちのスタッフ興味ないのに来てくれるのが俺の愛じさらっとかっこいいこと言って。ロマネの承認欲求は満たされる一方だったが、42じゃない42、当てます。いやいや当てます、当てます。やだ、うわー外す。絶対クビにしますんで、ごめんなさい。当てたらもういなくなりました。ちょっとお前、ちょっとコンジすぐ片付く。すいません、ちょっとお金にしますす。尊敬する先輩のお客さんへ大失態。送り出しでもひたすら謝り続けるコンティ。山本さん、すいませんでした本当に。あ、いよいよ。でも、もう悪さしかないんで僕は。悪さしかない。いや、もう悪いしかないんで。本当にすいませんでした。ああ、全然全然、誰もいない。会長です、本当にすいません。誰もいない。でも、僕、二度はしませんので。うん、俺ら、ヘルプがさ、やんなきゃいけない仕事って、はい、プラスを作る作業じゃなくて、まずやんなきゃいけないのは、マイナスの仕事をしないこと。プラマイゼロが最初の通過地点だから、はい、で、さっきも言ったけど、お前が謝るべき対象は、他の誰でもお客様な。まあ、謝罪のタイミングめちゃめちゃ遅かったです。本当に申し訳ないですって、ちゃんと説明する前にさ、なんとなく宅抜けて、で同じミスはしなくてほしいから、はい、深いのにさ、しょうがねえ、はい、今日のミスでいったら、はい、謝罪のタイミングが遅い、はい、一番のお客様を気遣う、その一言がまずなかった、はい、っていうところが、はい、こう本当にもう二度としないんで。負けるな、コンティ。閉店間際、あるホストから密着ディレクターに相談が。まあ、ちょっとあれですか、官僚と、さっきから連絡あったりとか、さっきと連絡とかって取れたりするんですか。さっきさんは、あの、甘えさっきさん、さっきさんはどうしました。なんかあんまり最近今年入ってから姿見えてない。売れっ子ホストが消えた。元スタバ店員、未経験でありながら1年間で1億近い売り上げを立て、順風満帆なホスト人生を歩んでいると思われたが、あれなつかないんだ。なのでちょっとすごい心配なのが。なるほど。ローランドは放置するのか。さっきはまあ連絡は取れてますけど、内勤とか連絡してくれてて、まあなんか、まあ、ちょっと気持ち的に落ち込んでるっていうのは一応把握はしてる。だから多分本当に責任感強くていろいろ抱え込んでるのかなっていうような認識ですね。まあ、役職者としての責任もあったし、売るのが当たり前って見られるような立場になってきてるじゃないですか。
売ってすごいね、売れなくてしょうがないよねっていう新人時代を経て、ある程度まあ先なら売るよねっていうようなところの声がプレッシャーになってるのかなとか。先にとって重荷となったのは売り上げよりも周りの声だった様子。それは店だけに限らなかった。あとは、まあ、エゴサとかすんじゃねえってスタッフとかには言うんですけど、まあ、掲示板とか見てもいいことないじゃないですか。で、まあでも多分そういうの見ちゃってるんだと思いますよ。しかし今や SNS は集客のツール。投げ銭によるシャンパンタワーも不特定多数のお客さんの存在で成立。ありがとうございます。おい、エコさん2万ドレしました。ネットの声とは切っても切り離せないホスト時代。まあ、水商売は気持ち的にハードな仕事なんで、まあ、こういうことはゼロではないですね、今までも。俺からしたらね、あんだけ若くて健康で、あんな金もらってて、ね、飯食ってジム行って可愛い女デートでもすごいよってそんなんで片付けられそうな感じですけど、やっぱこう令和の時代は難しいかな。そう、さきさん、ちょっと、はい、ちょっと召し上がった方がいいんじゃないですか。いやいや、もう自分はもうまずは先輩方が召し上がってからですよ、そんな。